さあということで後半戦スタート。過去の 3DS 確認してみたんだけど、やってたのここまででした。ということでね、倒してる順番もね、縦3人いってたんで完全に同じ順番で倒してたんで、こっから先は、完全初見です。さあじゃあまあ行きましょうかと。その前に、ステータス画面ちょっとレベルをね確認しておきたい。ここかレベルステータス。さあ現在レベル13。うん、 EP500 SP が今そう3なんだよね。これ増えそうだよね、見た感じ。レベルで増えるのかアイテムで増えるのかわからないんだけど、正直ね SP2 発ぶっかますとボスのゲージ1本余裕で飛ばせるんで、これがね6本ぐらいあったらもう超絶余裕なんじゃねえかっていう気もするね。よし、さあそれじゃあ後半戦いくぞー。でということでここ行きましょう。今日の依頼はスメラギのデータバンク施設の襲撃だ。その施設にはスメラギが研究してきた能力者の臨床データが保管されてるらしい。もしかしたらお前やシアンちゃんのデータもそこにあるかもな。え、俺のも。能力者の研究データか。もう二度と僕やシアンのような犠牲者を生み出させはしない。OK、その依頼受けるよ。助かった、お前ならそう言ってくれると思っていたぜ。出撃。フルメタルアルケミスト。目標は最深部にあるメインサーバーだ。この R のね上使ってザコ3匹巻き込める場所あれはいいんだけど、あるか。あれリニアってことは大激輪で引き寄せられるってことだな。ビリビリ中学生の。そういうことか。ビリビリ中学生は違う人やな。確かに僕は中学生だ。中学生なんだ。ね、ビリビリ中学生といえば、ね、レールガンですね。そういえば破壊って言ってたけど、データは持ち帰らなくてもいいの。だっ、スメラギのセキュリティはどうせレーザーじゃ突破できねえからな。壊しちまう方が手っ取り早いのさ。あの移動できる範囲が思ったより狭いね、こいつら。ここも雷撃輪を使えば足場を引き寄せられるみたいな。トゲには気をつけろよ。まあ、特殊じゃねえな。出てくるけど。何のこと。昔はそういうのもあったんだよ。昔は即死っていうか今も即死ですよ、ロックマンさんは。当たり判定が。ちょっとメタかったね。お、データサーバーだ、データサーバー。これ潰れんのかな、戻るとき。まあこのゲームね、ロックマン式なんでね、この6個のステージに、なんていうか、まあそれはステージごとに難易度に差はあるけど、一応同等っていう考えでいいのかな、難易度的には。ああ、そういうことね。完全に理解したわ。即死。うわっ、びっくりした。3匹まとめて倒す。また思い出した。1匹ダメ、1匹、2匹ダメやな。3匹まとめて、おーっと忍者、2匹忍者はあんまりこうへんな。ダメやな、忍者こっちまで連れてこれるんやったら。うわ、3匹目いたな。なんか L に押したらわけのわからんコマンドになる。ん、あ、中ボス戦か。閉じ込められた。
を目指しな。なるほど。サイレンがあるはずだぜ。そいつを壊せばシャッターのロックが解除されるはずだ。天井を目指すのも大変なんだよ。2匹。なんかおまけ来ないね。ペッ、アマちゃんが。無事脱出できたようだな。なかなかいい倍率になってる。破壊して先に進もうぜ。おっと、十分。天井からものすげえ磁力場が出てるぜ。すっごいくっつ。雷撃を使うと天井に引き寄せられるようだね。その仕掛けを利用して先に進めねえか。マグネットパワー。マグネットパワー。あれ、下を掘れちゃった。この下もトゲになってるみたいだな。落ちないよ、慎重に行こうぜ。やった。勲章をね、あの何個中ってのぐらい教えてほしかったな。5個中4個なのか8個中4個なのかでね、意味も全然変わってくるんでね。よっそだろ。ひどい配置ひげ。お、宝石がある。これ無理なのか。ってことはこういってこの辺から。ああ、なるほど。宝石、小さな宝石を拾い上げる。宝石が視野に上げれば喜ぶ。まさかの好感度アイテム。ってことはおそらく各ステージに1個はあるよ。壊せない。どういうことちゃう。あ、なるほど。3体目がいない。なんというめんどくさい仕掛け。パズルタイム。楽勝だぜ。下、結局3匹同時に倒せそうなところが見つからん。どうやらこの倍率は中間取った時点でリセットされちゃうらしいね。高得点を目指すなら取らない方がいい。そういうことか。スメラギ、この国の政界にすら影響を及ぼす大企業。その機密データを隠すこの場所は何としても死守したいんだ。RTA の人とかね、タッサのこういうめんどくさいところをどうやって出ているんだろうね。あ、危ない。おっせえビームだな。正直ね、あのこれちょっと振動くんがね、机の上に手と肘を置いてプレイしたいんだけど、それでやるとこの振動がすげえマイク取るぐらいの音出してるような気がするから、ちょっと振動消そうかな。こ
んなに電磁場バリバリでいいのかね。おっと上。どういう意味？ああ、お前は分かんねえか。昔の記録媒体ってのは磁力に弱かった。レトロコレクターな俺としては、こんな場所にデータを保存していると思うと。ジーノは何歳だぞ。ジーノは何歳だ。お前の二個目。あ、高校生ぐらいだ。16歳に決まってんだろ。ジーノは16歳、これテストに出るから。レベルは。ああ、なるほど。ゲートモノリスだ。とっとと破壊しまおうぜ。まだ中間かな。メインサーバーのある部屋はその先だ。あ、ボスだ。なんかムキムキマッチョマンがいる。貴殿が頑張るとか。今ならアンゲンさんが恋しそうな人が。お前は小生は次回小生来たよ。この施設を託されし森人で候。小生は任務だの正義だの。あの忍者の上司からつもりはござらん。ただ強者と名高き貴殿との戦い、ここヌンヌンヌン。すっごいでかくなった。おお、トゲトゲだ。マイル。貴殿の雷、我が磁力の拳でひねりつぶさん。まずパターンが。また濃いのが出てきたもんだよ。無敵、無敵。抵抗する。行って。僕は手加減しない。もとより手加減無用。いやい。貴殿と戦いなので、うちの貴殿何の意義もござらん。つかめ。青き雷帝と称されて貴殿の第七波の、その本気を。あ、しっかりした。小生に見せてみよう。この戦闘を見せてみる。お前を倒すか。ゲージ1本目いただきます。気持ちのいい変動、実に良きかな。第七波動同士のぶつかり合い、足は筋肉踊るとはこのことでござったか。今夜菊池初めてのつかめ。まったく持ってときめくでそう。回復。能力者としての生を受け早く終わった。けど2回だ。貴殿のような強者と出会えようと。さあ、ひたすらにカウンターを。面接を受けた甲斐があった。小生、恐竜自爆祭。ほう。飛ばし、アームドブルー、ライトニングスフィア。より強き力を乗り越え、ほふることでこそ磨かれる。爆発資産。あえ。爆発資産した。やっぱ忍者スレイヤーじゃないですか。まあ、今のは俺が悪かったんだけど、これ連発できないのにね、これでもう一回無敵しようとしちゃった俺が悪かったんだけど。やっぱり可愛い子ちゃんとは仲良くしとかないとね。あとはこの部屋のデータを。もう一回無敵連発で楽勝だって思ったらね、ゲージたまらないともう一発出なかったせいだね。しめやかに爆発資産。ランボルトを殺すべし、慈悲はない。今の戦闘でこの部屋に保存されていたデータは破壊されたようだ。破壊するためのだ。あいつ役立たずだな。お、ならあとは脱出するだけだな。クリア、宝石あげようぜ。3ランク C、 全然ランク低いな。
金いらない、返す返す、交換これやるとね、あのゲームなんていうか、このね、選べるのも他の教えてくれるわけじゃないのがいやらしいよね。お、新しいの増えた、テックの小さな宝石。さあ、ということで、あげに行くのか。そうだ、シアン。これ、これ宝石。わあ、綺麗。いいの、もらっても。シアンに受け取ってほしいんだ。ありがとう、GV。シア、物をあげたからね。へ、ちょろいぜ。ショップ画面。いい加減、なんか作れませんかね。靴のペンダント2個目作れんの2個目はいらないけど。ソルエイジング、どっちか作りたいんだけどね。ソルエイジング、こっちにも使うわ。正直ね、あのボス戦で回復多分アイテムはないんで、なくてもいいとは思う。平石ナーガ、なんか増えたよね、さっき。カスタマイズ、スキブ増えてる。これか。前方に雷剣を召喚する、これか。スパークカリバー、レベル15。ヒットポイントが確か200スタートだったと思うんでね。270か。